アルマガロンさあ皆さん、オッケーさん大変お待たせいたしました。お待たせしました、僕ら4人がこの科学にいるということは再始動でございます。まあ、ただ、まあ、僕らも戻るんですが、今回僕たちが何の条件もなく戻ってきたわけではございません。もう今この動画上がった日には4年目じゃん。3年経って4年目の4年目に突入してるわけです。もうや、これ4歳だよ。そこで、まあ、また戻っていつも通りやってたら、僕らの年的にもそんなことしてもう意味がないと、もうそんなタラタラやってらんないということで、今回再始動するにあたって、まあ、ある条件を課して活動していきたいと思います。その条件をね、ちょっとまあちょっと司の方からね。俺か。はい、6月の6月の23日、5ヶ月後ですかね。5ヶ月後に最後の動画を出します。その6月23日までに動画出します。その中で10万回再生、まだ僕たちが行ったことない領域のね、領域の10万回再生、これをいかなかったら僕たち解散となります。これはもう決まりことです。でもう一つ条件があります。はい、ミュージックどうぞ。やっぱ俺ら4人だけでなく、みんなが俺らが上げた動画を切り抜いてくれて 1M 再生が 1M 行くことも条件になります。 TikTok で2つともだね。俺らがまだ行ったことのない領域、そうだね、4年目にして行ったことのない、ね、10万回っていう目標と、うん、1M っていう目標の2つをこなさなければ解散になってしまう。ただその覚悟でね、俺らも戻ってきているから、うん、この4年間行けなかったものを5ヶ月でできたら俺ら何やってたの。皆さんの力もこれは必要になってくるので、一緒に頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。で、まあ行くにしろ行かないにしろ、もう一つお伝えするべきことがございますので、こちらをまあ、チョマさんの方からね。7月の27日、はい、土曜日になりますに、オフ会を開催します。ありがとうございます。今の会談で言うとデッドアライブ会、まあそうだ、どっちになるか、どっちになるかがね、生徒もうだいぶ決まったんだ。でも要するに7月の27の段階でもう動画が分かってるわけじゃないですか、行ってるか行ってないかは。 だからもうその時点で来てくれる子たちは最後になるのか、継続するための普通のオフ会なのか、うん、だからまあ最後だったとしても心の準備ができるし、うん、最後じゃないなら楽しんで、そうね、終われるし、そうだね、全部報告しとくんで、もう全部期日を決めて、ね、うん、サプライズ大好きな俺たちでも、もうここはね、そう、うん、まあもちろんストーンズも始まったんで、そちらの動画も上げつつ、ね、まあ、過去に伸びているものを参考にしながら伸びるための動画をやっていくん で、どれか1本でも10万再生いけばいいですね。10万再生いって、かつ 1M でね、横のつながりって言ってるぐらいだからさ、いつもやっぱそうだね、そこは最後ここでみんなにも頑張ってもらいたいし、俺らも全力でね、もしかしたら今言ってくれてる視聴者が見たい動画じゃないかもしれないよね、うん、でもそれはちょっと待って、それはね、再生回数を狙った動画をしてるからね、俺は。俺ら行きたいからやってる動画だから、まあ、ここは言うけど、あの10万回カオスは行きません。そうです、10万回今じゃない、ね、ただ面白い、カオスは面白い、カオスは面白い、ただ知らない人は面白くない。そう、でもお前さ、お前って言うなよ、指さすねん、女か。お前って言うな、指さすベレベレやった、指さすんだよ。ということでね、あの決まり事ができましたので、はい、6月の23でラストでの動画で、7月のオフ会の日までに10万回いかなかった、 1M いかなかったら終わりだから、うん、頑張ろう、マジで。ここはみんなさんちょっといないけど、そうだよ、池田さん、これ見て知ってね、そうだよ、俺が報告し
じゃないからさ。確かに、ヒューガも気づいたくない。そうそうそう、ヒューガ、ヒューガさん戻ってきます。唯一ヒューガは今、戻ってきていい枠にいるから、ね、ヒューガさん、いいよ、あの、来たかったら次の動画でここ来てくれれば、はい、本当にもう自由だから、もう、それがもうないから、何も。そう、よくね、半年間10万回と10万回と 1M 目指して、はい、楽しくお二人向かいましょう。はい、行きます。はい、安全作業で頑張ろう。おう、ごわさにぃ。Yes, sir.